皆さんこんにちは、現場の庄司です。そして、はい、夫婦問題研究家岡夏子です。もう新年早々ね、本当に、ね、素敵なゲストで、私たちはもう大喜び。ありがとうございます。歌手、研ナオコさんですって紹介するんですけど、はい、実はそれは置いといて、はい、やっぱりコメディエンヌですからね。日本最高のコメディエンヌ。ありがとうございます、ね、うん、嬉しいです。でもね、カモメもカモメなんて歌ってて、よくこういうことやりだしたの。よくこういうこと、ね、やだやだとか言わなかったんだ。全然思わなかったです。思わなかった、思わなかったです。あ、これあやるんだっていう感じですよね。ドラマとかもそうですけど、あ、これやるんだ。でやっていくうちに、あのね、不思議なもんで、何ていうんですか、言葉で相手にいろんなもの伝えるじゃないですか、うん、歌も、あ、歌詞って大事なんだなっていうふうに気づくんですよ。歌詞を伝えなければ自分にでこう酔いしれて歌ってる場合ではないっていうのをすごく気づくんですね。だから言葉を丁寧に歌うっていうことに専念できますね。それで言葉を丁寧に歌うから、はい、そのコメディはどういうふうにつながるの？コメディはリズム感です。あの自分の中のリズム感ってあるんですよ。テンポ、みんなそれぞれテンポ違いますけど、ヒット曲があれだけね、あのこういう、あのこう静かなっていうかね、美しい ねテーマでこうちょっと悲しみが入って、ちょっとこうおしゃれで、そういう曲でこうイメージを作り上げてきた歌手研ナオコさんから、コメディアンっていうところに持っていったのは誰が？社長です。社長ですか。社長すごいですね。社長すごいです。社長、でもそれ読んだんですかね、やっぱりそのケンさんにそういう。そうですね、歌だけをやってる時代ではないっていうのを先読みしてたんですよね。だから売れだからグズやる前からもういろんなコマーシャルをやってたし、ドラマにも出てたし、そういうこと、映画もやったんですよね。だからそういうことを本当に一番最初にやったのは田辺さんだと思います。だってコマーシャルだってね、いろんなのやってましたから。やりましたよね、なんかいっぱいやってましたね。カメラとかなんかのあったじゃないですか、はいはい、ね、映しないと映らないとかね。だから撮らないけど、僕はシャッター押さないって言うんですよ。そうありましたよねそれからなんか殺虫剤はありましたね。ありました。もう何でしたっけ。言っていいんですか、うん、言っていい、ここ何でも言っていいんですよ。本当、はい、緊張るです、うん、緊張る言葉、はい、言葉、あ、ハエが飛んでる、あ、蚊が死んでるら、あ、飛んでる、死んでる、飛んでるら死んでるらって、ケンなんか二人いるんですよ。そう、あれ受けましたね。そう。いやでも本当に。だから、そうなんだから、その辺が走りだったんですか。そうですね、あの歌手でそういうことやってるの私だけでしたね。はい。だから最初ね。写真でその宝塚だとかね、すごいこういろんな綺麗な人たちの中に健さんが入ってて、写真で選ばれたって言ったじゃないですか。 その時にもう社長は健さんのもうプランがね、健さんのこうあのできてた、ね、できてたんだ、芸能プランが入ったなね。でも普段例えばあの社長と話してる時にあの面白いこと言ったりしたんですか。いや全然全然普通だって社長自体が面白くないじゃん。あ、そうあ、そうかって社長はなんかすごい真面目な話をずっとするんですけど、会うたんびに同じ話するんですよ。その頃から
その頃からじゃなくて、最初それ3回目ですってうるせえくんなろうと怒られて、すいません、また同じ話して、あ、最初それ5回目ぐらいですね、てめえこんなろ、いい加減しろとか怒られながら、はい、すいません、ずっと聞いてるんですけど、ほぼもうつんの、でもね、右から左でカメラで美しくなげちゃったら消えない、はい、失礼だと思ったでしょ。いや、楽しかったですいいなこれと思って、こういうの楽しい、そのノリがすごいのね。うん、だって本当に綺麗な人だったら、あのイラッとするかもしれないんですけど、私ですよ庄司さん。いやいや、私ってその素晴らしい個性的な顔ですよ。だから今うまいこと言いましたけど、個性的ってうまいこと言いましたけど、全然綺麗だとか可愛いとかそういう枠に入ってないですから、そのジャンルじゃないですから、別ジャンルで生きてるんで楽しいんですよ、うん、そういうこと言ってもらえることが。あ、そうなんだ、ええ、じゃあよかった失礼に当たらない。でも本当になんかそういうふうにこうなんか自分を外から達観できるってすごいですね。だから2つ やり分けちゃってん、こっちと、ね、それが今の年でケンさんがそう言うなら分かるけど、その当時だって20代とかでしょ。そうですね、はい、20代とかでね、やっぱりいろんな、やっぱりこう可愛いから売れてる歌手とか、うん、綺麗だからね売れてる女優とか、うん、いっぱいいる中でやっぱりケンさんがこう自分のこのジャンルを作ってったっていうのはすごいことですよね。他にないね、そうですね、でもそこをなんか自分で分かってっていうのは、ケンナオコジャンルは他にない、うん、それなんか どこから出てきてるんですかね、ご両親からとか社長からとか。あ、持ってるものは両親からもらったものですよね、うんうん、それ生かしてくれてるのが社長ですよ ね、 ねわさび、わさび、伊豆でわさびかじりながらねかじりながらカレー、ね、カレーって言いながらね、なんか本当にそこら辺がケンズファミリーは明るいもんね。明るいですよね、本当に。お子さんもみんなそんな明るいんですか。お子さんもね、明るいですね。あ、すっ、私なんかより全然しっかりして、そう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 、うん、そう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 、まあ、しっかりしてるんですよ、さんとね、うん、娘さんみたいなもんですよ。へー、ひーちゃんすごいしっかりしてる、本当にしっかりしてる、びっくりしますよ。どっちが親か分かんない。でもじゃあお子さんが小さい時にやっぱりその、コメディアンのをやってたりするわけでしょ、はい、コマーシャルだって出るわけでしょ、はい、お子さんは嫌がったりもしないんですか。いや、喜んでました、ね、あ、喜んじゃうの、はい、あ、もう達観してる家族だね。ET が流行ったことありましたね。あの時に私がその場にいなくて、子供たちがお母さんお母さんテレビ出てるよって言うから、え、どれどれって言ったら ET なんですよ。ほら、うわ、すごいなそれ、ね、どうやら主人が言ったみたいじゃん。あ、もうそうね。旦那さんね、野口さんものすごいハンサムなのよ、ね、失礼者は ね、 ふざけてた、あの人、ね、ふざけてますよ。でもね、 ET すっごい映画でしたからね。そうなんですよ、もういい映画でもう泣かずにはいられないっていう、だからちょっとグズとかアバヨとかの世界にちょっと通じるものがある。もう ET じゃないですよ、もう綺麗な一応1話のほら、ね、仕事で、ね、いやー本当にだからそれってね、もうそこがもうやっぱり今日の礎になるんですね。ただね、うん、本当にもうトップのコメディアンで、うんうん、並べてほとんど共演してるでしょ。してます、はい、ね、それがすごいですよ。だからもうね、なんだろう、ケンさんもそうですし、バンジュンさんもそうですし。バンジュンさん、はい、もちろん。うわー、はい、古い。もう一番古いところではどなたなんですかね。フランキーさんもいらっしゃったし、うん、フランキー酒井さん、はい、もうほとんどのいわゆるコメディアって言われてる方、大御所の方とやらさせていただいてます。そうですよ、はい、だって並べたって酒井町原さんもそうですよね。そうです、正彦さんです。若い方ですよ。若い方、はい、酒井さんは全然まだ若い方ですね。バンチョンさんなんて誰も知らないんですよ。はい、ありゃりゃ、私アジャパーです。アジャパー知ってますけど。アジャパー、バンチョンさんなんてこう相手するの大変じゃなかった。いや、全然、え、全然楽です。すごい可愛がっていただいてましたし、
はい、頼徹さんも娘役でやらせていただいて、三國連太郎さんの娘でもあったし、結構娘をやらせていただいたりとか。三國連太郎さん、はい、はバラエティじゃないでしょ。ドラマで。ドラマで、はい、お嬢さんの役、はい、私が主役で。本当になんで主役なんだろうなと思いながらね社長の力だよね社長喜んでますよ。こう見せてあげたい ね, ね。そう。志村けんさん長いですか。なんかおかげさまで、はい、長いですよね、はい、今でもね、うん、YouTube に載ってますもんね。あの方もね、とってもねシャイな方なんですよ。うん、テレ屋さんで。あ、そうなんだ、ね。結婚しないんですかね。無理です。騙されるタイプです。ああ。ごっそりお金持ってかれるタイプです。持ってかれちゃう。もう何回も持ってかれてました。持ってかわいそうですね。本当に。ほとんど同じタイプです。見てると。うん、騙されるんだろうな。あ、やっぱやられたみたいな。あるからね、持ってかれるお金があるから、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからそこを狙ってくるんですよ。まあね、ねえ、こっちを見ててわかるじゃないですか。救ってやればよかった。いや、そういう言ったんですよ、ダメですよってあの女は言ったんだけど、わかるんだ、ダメなの。ダメ、わかります。でも本人が気に入っちゃってからどうしようもない。あ、しょうがないよね。で最後に痛い目に遭う、ほらって言うんだけど、また同じようなタイプ手出し、まだダメだ。それがなんか、なんかでもエネルギーになるのかな。そうそうそう、それがなんか逆に ね、うん、あ、なんかこれだけなんかお金使っちゃった、でもなんかやっぱダメだったか、また使おうみたいな、また稼ごうみたいな。そうそう、あのお金にはあの人ね執着しないんですよ。あの方は楽しくいい仕事ができればいいっていう。なんかそこ似てませんか。あ、そっくりです、ねね、はい、楽しくいい仕事が。そう、高田もそうですもんね。そうです、可愛いお嬢さん出てくるね、はい、もうその中で私だけこう歯がかけたりだとか、この辺鼻毛が出たりこう、まあ、赤くなったりとかね、もう徹底的に徹底的にもうなんかもうやっちゃうんですね。ええ、もう中途半端が一番嫌いなんですよ、ね、素晴らしい。どっちかに行かないと。いや、もうさんまさんって共演したことある。もちろんもう何回も、ね、はい。どんなタイプのさんまさんって。あ、さんちゃんはね気難しいですよ。うん、そうだな、扱いにくい。だから結婚 するって言った時やめろって言ったんですよ、うん、無理だから、うん、でもするっていう、する絶対別れるよって言ったんだけど、うん、いやいや、そんなことノード分かるしまへんやろって結婚して、うん、ほらダメだ、ふるふるふるダメになったやったらとかそぼうでもね、ご意見は、ね、大女優さんと結婚だからしたかったんじゃないですかね、もうなんかダメになったっていうから、まあ、ご主人にあのね、一緒にあの2人が共演した時にご主人に頼まれて、うん、あとよろしくねって言われたんで、うん、そういうこともあったんですよ実は。あ、うん、それで結婚し、なんか義理がたい人なんですね。そうなんです。でも無理でした、やっぱり無理でしたか。もう結婚はしないと思いますね。ええ、無理ですよ。結婚はしないそうです。え、しないです。所ジョージさん、はい、所さんとも仲良くさせてもらってます。でもみんなさ、それぞれちょっとタイプが違うじゃないですか。全然違いますね。所さんでもね、根本は一緒なんですよ、うん、とってもあのシャイで、うん、あのどっかでこうスイッチ入れないと自分がグッと前に出れない、うん、それはタイプで。で、所さんがデビューした時も一人ぽっちでなんかこう、テレビ局の廊下で長い椅子座ってギター弾いたんですよ、うん、こんにちはって。あ、どうも、僕友達もいないしデビューしたばっかりであ、いい子たちがいるから紹介してあげるって言ってアルフィを紹介してあげたんですよ。あら、そうなんだ、うん、そんなボソボソ言ってたの。そう、僕誰も知らないんだ、どうしていいか分かんないんですって言ったんで。シャイなんですね。シャイなんです。分かりますけども、ね、そうなんだ。で、健奈子さんが紹介してあげたの、はい、友達、はい、いい、アルフィ、おすすめです。すごい友達を紹介しちゃったんですね。それもびっくりしたでしょ、所さん。っていうか喜んでました。ね、これが何より、ね、うん、もうなんかすごいね。なんかみんなそうやって振りまいちゃうんだね。
そうですね、うん、なんかみんながこうなんかこう仲良くしてくれて、で一生懸命それがなんか、うん、エネルギーになっていい仕事ができるってのはすごいいいじゃないですか、うん、ね、で仕事がバン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 入ってくるんだったら、ね、こっちも嬉しくなっちゃうね、うん、だから多分こういう大御所のねあのコメディアンの方たちがなんか一緒に組んでなんか一番あの楽しいなんか人っていう時に必ず選ばれそうなね人ですよね。だって普通こんないろんな方たちとだって向こうだって好き嫌いもあるだろうし、そうですよね、なんかいやそうよね、うん、みんな考えてみればね、うん、みんなそれぞれ割とね、そうです、うん、自分の持ってるものがあるから、うん、シャイだし、うん、その人たちオープンじゃないですもんね、うん、だから本当にこう一番なんか一緒にあのコメディをやりたい、歌手っていうの人コメディやりたい人ナンバーワンとかになりたいね、慣れちゃう人みたいね、うん、そうかな。でものこさんきっと誰でも会えるんだ。そうですね、あの、はい、大丈夫です、ね、あのその人のいいところを出してあげようっていう気持ちになっちゃう、うん、出して普段出して出てます十分出てる本当に今日ね庄司さん、そうそう今日庄司さんねもう伸び伸び本当にもう伸び伸び庄司のり子伸び伸び子ちょっと見えない、うん、あったんでね、すごい本当に番組団体かもしれないちゃんとねやりますよやってますよ、やってますよ、やってますよ、大丈夫。2018年、いよいよ梅沢富美男さん、はい、ね、舞台出演、ね、舞台出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありますよね。いや、梅沢さん初めてですか舞台、うん、舞台はね4年、2019年ですよ、うん、だから2014年から始まりました。え、ずっとやってんですか。はい、ずっと全国回って、で去年は明治座1ヶ月公演をやって、でまた今年もあって、うん、で今年もまた劇場があるのかな1ヶ月公演、来年、え、今年だよ、今年味噌の坂なんかあるでしょ。もう発表したんで、再来年か、今年もやろうって発表したんですよ、ね、もうチラシできちゃってるもんね、素敵ですよ。涙あり笑いあり、笑いすぎに注意って書いてありますよ。もう笑いすぎに注意、綺麗系にもなるから大丈夫、うん、ね、綺麗だって、だってお二人とも歌もうまいから、そうそう、歌もあり、はい、ね、それから舞踊書綺麗ですよ。この顔がこの顔になるんですよ。本当ですよね、本当ですよねでもこの夢舞台ってこの歌自身をは奈子さんにぴったりですよね。歌うでしょ。あ、歌いますね、本人も歌うと思うけど、はいはいはい、ね、この曲がいいですね。で梅沢さんに、やっぱり梅沢さんにぴったりなんですよ、この歌が。これ息子ちゃんですか、龍虎太郎ちゃんって。いや違いますね。違うんですか、はい、龍虎太郎くんはあのここやってくださってるところの所属の、うん、人なんだ、はい、ね、女方です。綺麗ですよ、ね、あれ、もっと小さい子じゃなかったでした。小太郎くん、うん、大きくもう大きくなりましたね、うん、はい、ねえ、楽しみですね。もう1部、2部、3部までありますよ。ポスター見てるだけで笑っちゃいますもんね、うん、ふざけてますでしょ。これね、まだいい方なんですよ。今あの本番ここ真っ赤っかですから、ほっぺ。ああ、本番ね、ここね、真っ赤ですね。これでも、うん、お綺麗ですよ、とってもね、綺麗とは言わないけど、まあ、いやでもね、普通そう、綺麗なんですよ、ね、綺麗ですよこれ。なんかね、誰かに似てますよね。なんか外国の人みたい。そう、ああ、よく言われます、うん、日本人じゃないって。そう、日本人っぽくない、うん、うん、なんでみんなでそれじなんか喋んない喋んなきゃダメですよはいね、これが涙あり笑い味ね。そうです、はい、ね、これもなんか、はい、どんどん1月、2月、はい、3月、5月ずっとです、ね、はい、あちこちでやるんですか。全国回ります。もうそれいっぱいなんか皆さんからのお菓子やらなんかおひねりやらいっぱい来ちゃってどうしますか。銀行がついてるっちゃ。おひねりは今時ないんです。ないですか。ないです。温泉でやってる人たちはあるんですけど、私たちみたいに、はい、大きな舞台でやってるのは、うん、おひねりはないんですよ。本当ですか。庄司さん、おひねり持って本当にね、500円玉なティッ
化粧多分ね入れてね、それ痛いじゃないですか、痛いじゃないですか当たったら。いや別にあのなんかお札がいいですよね、ひらひらって飛んできてほしいですよね。なんかお札を飛行機にしてピーって それとあともう野口五郎さんとのコンビは長い。ああはい、これは長いですね。もうすごいですね。10年ですね。10年やってます、うん、気が合うんですね野口さんと。そうですね、あのやっぱりデビューが一緒だったんで、うん、ずっといろんなことをお互いに。だって本名が野口だからね。そうです、あっちは佐藤ですからね。そうなんだ、ここ本名は佐藤なんですよ。佐藤なの、だけど野口で、ケンさんとも野口なのに、ケンだ、ケンだ。なんかあのぴったり合うって感じしますよね、いつも。そうですね、うん、おかげさまで。なんかで野口さんもなんかしすごく真面目そう見えるんだけど面白くてやる、面白くふざけて、もともとあの私と一緒にやる前はあまりふざけなかったみたいなんですよ、ステージで自分のライブで。私と一緒にやり始めてからどんどん野口五郎は変わってっちゃって。あ、そうだったんですか。うん、あのでも引き出しましたよね、ファンの方は喜んでらっしゃいます。うん、この明るいね、そう本当はねそういう子なんですよ。へ、うん、でもねなんとなくこう憂いを含んだ野口五郎みたいなね、そうですね、だったから、はい、だって野口さんだってあの路線的にはあの私鉄沿線とかね、なんかそういういい曲いっぱい歌ってますから、はい、歌ってますからね、私鉄沿線。うん、私結構あのヒロミ号の不安のくせに青いリンゴが18番なんです。全然違う話です。すみません。もうどこ行っても青いリンゴから始まるんです。はい、でもあれ野口さん、カクラケン一緒にやってたんですか。そう、ずっと一緒にやってました。最初に。いや、やっぱそのね呼吸は合うし。はいはい、もちろん。なあ、いうことをね。いや、カクラケンはもう最高に面白かった。アニバーサリースペシャルなんだ、うん、そうですね、アニバーサリースペシャル、もう2月26日広島文化学園 HBG ホール、2月27日岡山シンフォニーホール、あ翌日、また翌日、あこれは3月28日鹿児島から熊本行っちゃうんですね、はい、そして、うん、2日続きなんですね、これですね、熊本県市民会館シアーズホーム夢ホール、まだいい方ですよ、梅沢さんの方はもう2日続きなんてもんじゃないですから、続く時はものすごいです、毎日やってる、はい、うわ大変だ、2ステージです、2ステージ2回回し、2ステージ昼夜、休憩はだいたい1時間ぐらい、本当にあら、殺されそうですよ、ブラックですよ、うちの会社はブラック企業です、企業、でもこうやってるケンさんお話ししてると、ケンさんだって改めてすごい働きます、うん、働かされてるんです、馬車馬のようにすごいな、マネージャーどんどん入れるんです、スケジュールを、うん、もうね今日も来ていただきましたしね、毎週のように来ていただいてますから、うちもね本当にいや本当にまだまだ聞きたいことがあるので、はい、またあの次週に、次週にですか、ね、もうそんなお時間になってしまったんです、もうケンさんといたらね時間が経つのがもうあっという間すぎて、では来週に、はい、ね、はい、来週にちょっと皆さんお楽しみにしててください、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは新大人の時間、番組登録はこちらへ